まあということでね、一問一答、まあいい感じに掘り下げましたけれども、おもろいね。これもっと質問用意すべきだったな。確かに、なんか少なかったかも。逆に一回ここでやっちゃうか。あなたがそういう僕らに聞きたいことある？じゃあテンパーマンに勝てます？え、そう、もうすごいなんかピタッとした、こう何ふわっとしたじゃなくて、確かに詳細なこと聞いたね。いや、気になる。ガオガインに勝てるとかじゃない。ガクさんどうなんですか？で、自信は？まあそのね、みんな、まあ、正直ガオガインはね、あれだからキャラ的にはさ、まあいけるって感じじゃん。みんなキャラ的には、キャラ的に無理だと思った。キャラ的に無理だった。最強キャラなのよガオガエンは。キャラ的に俺パックマンもカズヤ無理だよ。そうだよ、ね、無理なのかよ。いや俺詳細に語れる。あ、そうそうなの。テンパーマンに勝てない理由参戦。いや俺あのだからスカイジェイとやってっから、はあ、ああそっか、あのダブルダウンの予選でスカイジェイいて、パックマンまずボコられてます。まず普通に負けた、はあ、でその後カズヤ出して、まあ、勝ったんだけど、うん、テンパーマンに風邪で負けてます。あ、お終わりだね。動画出てます。じゃあもうどっちもやばいじゃん。つまり勝てません。なるほど。つまりやっぱ仲間だね。戦ったことないからな俺テンパーマンさんと。いやマジやってみてほしい。ガチで強いよマジで。ちょっと楽しみだ。いやよくガオガインに負けたのをバカにしてくる人がいるから、なんかこういう主張きたかった。でもガオガインにはでも負けうるよ。そのそういう結構何が起こるかわからないキャラクターだから。恐ろしい。あっちゅう場合だってカズヤの火力ひっくり返してくるから、うん、関係ないよね。本当に関係ないよ。まあ、しかも結構いるからな、やっぱ海外とか多いしね、うん、昨日のスマパでもガオガイン暴れてた。え、昨日のスマパって誰のガオガインが暴れてた？誰ガオガイン？あ、変かな。結構勝ってた、しかも。マジか。最悪やマジで。最悪だな。まあ確かにポケットに据えてたらちょっと怖いキャラクターではある。あ、ツボツボが戦ったんだ。グロかったらしい。マジか。あ、そうね。この前の前様とかも源三郎さんとかね。いたからね。あ、そう。あれ見てても心が苦しかった俺。無理やんって。まあ正直ガオガイの波は来てます。なって。俺らあれ一緒に見てたよね。見てた見てた。叫んでたよね、本当に。叫んでた。キーって言ってた。なんかポケスタのなんかベロリンガみたいになってた。そうね。ガオガインと当たったら終わり。終わり。まあ、じゃあ勝率、ま、何パーぐらいにしとくか。設定55ぐらいにしとくわ。じゃあ。置いたね。置いた。ただ50%にするとちょっと負けた気がするので 5% 持っといた。そうね、うん、いやマジで楽しみにしておく。まさかそんなねうがった質問が来るとは思わなかった。